youtube をご覧の皆さんこんにちは音楽クリエイターの池上ですえー、皆さんはですねクラシックのフェスの、えー、ラフォールジュルネというのをご存知でしょうか 年に1回東京国際フォーラムでやっているイベントなんですけれどもうちの父がですね毎年行っていたんですよねいつからかですね僕も連れてってもらうようになってそれ以来ね結構毎年のように僕も行かせてもらってるんですけれどもコロナがあってですね3年間ぐらいやってなかったんですよねで久しぶりに2023年ラフォール・ジュルネが開催しまして行ってきましたいつもとは違う Vlog みたいな形でラフォール・ジュルネ知らない方にもですねどういうものなのかサクッとわかるような動画になっていると思いますでコロナ 前はですねだいたいホール7つぐらいを使って公演されてたんですけど、えー、2023年はちょっと少なくてだいたいホールは3つでしたねおそらくまたコロナで中止になる可能性があったのを見据えてだと思うんですけどちょっと公演の数もね、えー、少なくなりましたねで今映ってるところも例年だったら吹奏楽の方とかね、えー、いろんな方が演奏していたんですけど2023年はこのステージがなくてちょっと残念でしたね 晴れてる日の国際フォーラムのこの場所めちゃくちゃいいんですよね光が当たって天井も高くてねすごいう開放感がねあるんですよねはいでこの場所はですね結構売店だったりだとかいろんなグッズが売っていましたねでグッズは結構やっぱりクラシックに寄り添ったものが多くて結構ピアノ教室に持っていけそうなバッグだとかねあとは CD だったりだとかそういったものが多めでしたね で、メインのホールでやってる公演は、まあ、その公演ごとにね、チケットが必要で有料になってるんですけども、それ以外にもですね、こういった形でこう対談ができたりだとか、ちょっと演奏ができるスペースがねあったりだとか、こういったところは無料で開放してますね。はい。で、こちらは島村楽器の、えー、講師の方ですかね、サックス四重奏がね、めちゃくちゃかっこよかったですね。あの、普段 d t m やってると、やっぱこういう生楽器聴くと、あー音楽っていいなーって改めて思いますよね。で、全然ね、話達成するんですよ。 音源で結構いい音源をね発見してしまったのでちょっとその動画もね近日中に出せたらいいなと思ってますでこの場所マイク使ってないと思うんですけどやっぱ天井が高くてあの吹き抜けになってるのですごい音がね響いていろんな方がね足をね止めてね聞いてましたね、はいローランドのブースもあってこちらではローランドの新製品なのかなピアノとかがね展示されて、まあ、自由に弾くこともできるしミニコンサートもされていたようですね はい、こちらがですね国際フォーラムの、まあ、外の、えー、スペースのところですね、ここではえ結構いろんな屋台とか、飲食、ね、できるような場所があったりだとかして、すごい賑わっていましたね、まあ、大体お目当ての公園の空き時間とかに、まあ、こういったところでね、えちょっとご飯食べたり、お酒飲んだりして、まあ、みんなね、自由に楽しむみたいな形ですね。クラシックっていうと、年齢層高めなのかなと思いきや、結構ね、家族連れの方とか、若い方も多いですね。 で外にもこういった形でですねステージがありまして、まあ、その日の時間によっていろんな方がいろんな曲を演奏するというような形ですねこちらは無料で見れますね、はい、これ弾いてる方ねバイオリンの方確か12歳とか,なんかめちゃくちゃ若かったんですけどめちゃくちゃうまかったですねクラシックでうまい人って本当トうまいですよねはいステージを見た後はですね、えー、何を食べようかなと迷っているところですね 僕ね、あのお酒はあんま飲めないので、基本的には食べるがメインになりますね。でいろんな、ね、屋台あるんですけどいや、どこで食べても美味しかったですね。結構いろいろ食べたんですけど、まあ、やっぱ片手で食べれるものとか、ワンプレートものっていうのが結構多かったですかね。はい、これは、えー、スモークターキーレッグですね。はい。えー、まあ、某テーマパークで大人気のあれですとやつですね。これは美味しかったな。タイ料理とかもね。 美味しいですよね結構ほんといろんな国の料理ありましたねタコスとかもねあったかなまあ、あとはね飲み物コーヒーとかワインとかが多かったかなはいこんな形でですねおしゃれな飲み物がありますね はいこちらですね、ガレットですね、クレープじゃなくガレットっていうね、ちょっとおしゃれなものをね、えー、食べさせていただきました。はいこれもね、美味しかったですね。片手でね、えー、軽く食べれちゃうからね、どんどん食べちゃうんですよね。はいこのロングポテトもね、食べました。もうめちゃくちゃ、これ1本がめちゃくちゃ長いんで <laughs>、1本の充実感、すごい。 はい、これも、ね、タイ料理系のお弁当だったかな甘辛な感じだったと思いますね。はい、でこちらはです、ね、有料の、えー、ホールでの、ね、公演の入り口ですねで。公演1つごとにチケットがあってでそれを買ってね入場するっていうような形ですねで。クラシック全然詳しくない方もですね各公演ごとにこういうプログラムがあるんですよね。でで、えー、そのののの何を演奏するのか、まあ、誰が演奏奏すするるかかか誰ががってていうのが、えー、書かれま 詳しく、ね、説明されているのでクラシック詳しくない方でも結構楽しめるんじゃないかなと思いますねはいこちらは売店になりますねえー、今年だけじゃなくて何年か前のやつっていうのも売られていたりしますねはい、えー、こういうファイルだったりだとか、えー、トートバッグだったりとかね売られていますねで毎年その年によってテーマがあるんですけれども今年はですねベートーベンだったんですよねはいこんな感じでベートーベンのねグッズも売られていますね このチケットを入れる、ね、ファイルがすすごい可愛かったですね、はい、あとタオルとかもね売られていましたねやっぱこうやって見るとなんとなくピアノ教室を僕はねあの思い出すんですよねなんか合うなーみたいな感じがしますね、はい、このバッハの人形の顔めっちゃウケんですよねこれねはい僕はですねこのベートーベンのチケットクリアホルダー買いましたね まあ、チケットはですね、結構、まあ、売り切れになっている公園も多くて、えー、当日券があれば、残ってれば、えー、その場でもね、買って入れるというような形ですね。で、ラフォール・ジュルネの面白いところがですね、えー、まあ、有料の公園、無料の公園もあるんですけれども、その国際フォーラム以外の場所、その周りででも、えー、ラフォール・ジュルネ、 開催されてるんですよねこれがですね丸の内周辺エリアマップなんですけどこのピンクのところっていうのが13か所かなあるんですけどこの13か所でいろんなね演奏がされてるんですよこれ無料で見れたりしますね、はい、こちらですねマイプラザのところですねはいもうすでにかなりいろんな人がいるんですけれどもこういった形でですねロビーの方で、まあ、無料でね演奏をしててそれをね見ることができますね ロークとかの夏フェスだと、開催場所がすごい遠かったりするじゃないですか。まあ、住んでる場所によりますけど。でも都内でね、いろんな箇所でやってると、こう、フラットね、見に行くことができますよね。はい、ラフォルジュール10年、どうでしょう楽しそうだなと思ったんじゃないでしょうか。で、今年はですね、実は、えー、来月の ゴールデンウィークにね、ありますね。5月3、4、5ですね。で、チケットがね、どうやら今年は結構売れているらしいですね。まあ、なので、えっと、有料の公演をたくさん見たいっていうのはちょっと今からだと難しいかもしれないけど、先ほどね、えー、紹介した通り結構無料のステージもたくさんありますし、周りのね、ビルでも演奏していたりだとか、えー、食べ物が食べれたりだとか、本当ね、行くだけですごい、ね、楽しい場所だなーってね、毎年思うんですけど、テーマがオリジンということで、なんかいろんな えー、作曲家の方が、<laughs> まあ、いるみたいですね。一番最初のラフォール・ジュルネが始まったばっかりの時って、大体、えっ、ー、と、今年はこの作曲家です、みたいな感じだったんだけど、何年かしてから、もうちょっとで、ね、ざっくりしたテーマになったんですよね。で、えー、2023年はたまたままたね、えー、ベートーベンみたいな感じで戻ったんだけど、今年はもうちょっとで、ね、また、えー、テーマが決まってて、広い感じになってるみたいですね。ホールが、えー、2023年よりもですね、増えて、えー、まあ、5ホール。 プラス2って感じかな、えー。かなりね、増えましたね。はい、こんな感じで、今年もですね、えー、国際フォーラム以外の場所でも結構、えー、公演がね、えー、開催されるみたいですね。で、えー、会場ガイドのこの、ね、地下1階のここのところですね、えー、水素学とかね、いつもやってる場所があったんですけど、去年はね、なかったんですよね。それがね、えー、どうやら今年は復活するみたいなので、ここもちょっと楽しみですね。 えー、こんな感じでですね、えー、今日はラフォールジュルネについてざっくり、えー、紹介させていただきました。もしね、えー、興味がある方は、えー、ぜひね、5月3日、4日、5、え、日、ー、東京国際フォーラムで開催されますので、えー、行ってみてはいかがでしょうか、はい。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。